1950年から1980年の時期との差で表したグラフ商標記とは、ほぼ14世紀半ばから19世紀半ばにかけて続いた寒冷な期間のことである。商標が時代、ミニ氷河期ともいう。この気候の寒冷化により、中世の温暖期として知られる温和な時代は終止符を打たれた。気候変動に関する。 政府間パネルは商標期を期間中の気温低下が摂氏1度未満に止まる北半球における弱冷期と記述している。なお、氷河学的にはこの間や現在なども含めて氷期の中でも比較的温暖な時期が続く魔氷期に当たる。商標期の間、世界の多くの場所で原動がもたらされたが、最も詳細な記録が残っているのはヨーロッパと 北アメリカである。17世紀半ば、スイスアルプスの氷河は徐々にその半島を低地へと広げ、谷筋に広がる農場を飲み込み村全体を押し潰していった。氷河が河川をせき止め、決壊による洪水に襲われた村も多い。テムズ川やオランダの運河、河川では一冬の間完全に凍結する光景が頻繁に見られ、人々はスケートや光縁日に興じている。 1780年の冬にはニューヨーク湾が凍結し、マンハッタンからスタッテンアイランドへ歩いて渡ることが可能であった。アイスランドでは海標が何マイルにも渡ってしまう取り囲んで長期間にわたって港湾を封鎖し、漁業や交易に打撃を与えた。この現当の到来は大なりこなり、人々の生活に影響を与えている。飢饉が頻繁に発生するようになり、 疾病による死者も増加した。アイスランドの人口は半分に減少し、グリーンランドのバイキング植民地は全滅の浮き目を見た。また、商標期の影響をこの時代の芸術にも見ることができる。例えば、フランドルの画家ピーター・ブリューゲルの絵の多くは雪に覆われた風景を呈している。日本においても東日本を中心にたびたび飢金が発生し、 これを原因とする農村での一気の頻発は、爆反体制を揺るがした。南極大陸やその周辺で採取されたコアの解析により、南半球でも商標機の影響が見られることが、例えば南位62度、西京56度の南極半島沖、南位82度、西京149度のシップルドーム、南位66度、東計113度のロードドーム、南位78度、 統計158度のテイラードームなどが挙げられる。単純に温度が下がったというわけではなく、シプルドームでは夏季のトール氷が増えていて、テイラードームでは中世の温暖期より温度が上昇していた。一方、ロードームでは16世紀半ばから18世紀にかけて寒冷化していて、1836年にオーストラリアのシドニーで西洋人の入植以来唯一の降雪が、 観測されているという例もある。産後の調査から17世紀中頃に非常に強いエルニーニョ南方振動現象が数多く生じたことも報告されていて商氷期との関連が議論されている。科学者は海洋、大気、陸地システムの研究を通して商氷期の原因を2つ同定している。それは太陽活動の衰弱と火山活動の活発化である。 研究は気候システムの内部不安定性や人類の活動による影響など比較的不確定性の高い作用をもとに進められており、国死病が蔓延した時期におけるヨーロッパの人口減少とその結果生じた農業生産の低下は商標期を長引かせたと推測する向きもある。商標期の中頃の1645年から1715年にかけては太陽黒点が示す 太陽活動は極端に低下し、太陽黒点が全く観察されない年も複数年あった。太陽黒点活動が低下したこの期間をマウンダー極小期という。太陽黒点活動の低下と気温の寒冷化を結びつける明確な証拠は提示されていないが、商標期の中でも最も寒さの厳しかった時期とマウンダー極小期が一致する事実は因果関係の存在を暗示している。 この期間における太陽活動の低下を示す他の指標としては炭素14とベリリウム10の存在比が挙げられる商標期の全体にわたって世界各地で広範な火山活動が記録されている火山が噴火した時にその火山灰が大気上層に達し地球全体を覆うように広がることがあるこの灰のベールが日射をある程度遮り噴火後2年にわたって 全世界の気温を引き下げる。さらに火山ガスの成分である SO2 が噴火の際に大量に放出されるとこのガスが成層圏に達した時、1815年に起きたインドネシアのタンボラ火山の噴火は大気中に大量の火山灰をばらまき、翌年の1816年は夏のない年として記録されている。この時、ニューイングランドと北ヨーロッパでは 6月と7月に構想と降雪が報告されている。1850年代が始まると世界の気候は温暖化に転じており、消氷期はこの時点で終了したと述べることができるだろう。何人かの科学者は地球の気候は未だ消氷期からの回復の途上であり、この状況が人間のもたらした気候変動に関連する諸問題に寄与していると考えている。 英国のオザンブリア大学のジャルコバ教授が2015年に発表した研究では2030年代には太陽活動が60%低下し地球の温度も急激に低下370年間にわたって極寒の時代が続くという記事が科学雑誌に載った。しかし教授自身は商標期の可能性を否定はしないながらも自分の研究は 気候変動についてのものではないと述べている。ありがとうございます。